離散最適化基礎論の第7回目の授業になります。前回じゃなくて、先週はお休みだったんですけども、あんまり前回の内容は使わないので、その点は安心してください。ただ、全体の流れは見失うといけないと思うので、それは、適宜補足しながら進めていこうと思います。で、今日やるのは整数計画法の復習ですね。で、なんでこれをやるのかってことをちょっと話さないといけないかもしれませんけども、全体の流れとしてはどんな感じだったかというとですね、こうですね。この講義は4つの問題を対象としていまして、で、順番にですね、この2部グラフの最大マッチング問題っていうのと、一般グラフの最大マッチング問題の話をしてきました。で、後半の方は、この最小費用完全マッチング問題っていうのを扱うんですけど、つまり、費用がある問題になるわけですね。で、それも2部グラフの場合と一般グラフの場合、順番に分けて説明していこうと思うんですけども、この費用がある問題を解くときには、この線形計画法を使うということをやるわけですね。で、その説明を前回、ちょっとやったんです。説明というか復習ですね。線形計画法の復習っていうのをやったんですけども、実際ですね、この最小費用完全マッチング問題っていうのは、どのように、定式化されるかというと、整数計画問題として定式化されます。だからですね、この右側のこの2つの問題っていうのは、ある種の整数計画問題を解くという話になるわけです。で、その整数計画問題を解くときに、線形計画法を使うという流れになるんですね。で、そうすると、整数計画法の話もちょっと知っておかないといけないということになりまして、今日の話は整数計画法の話になります。はい。で、実際にやることは、その整数計画法における重要概念を復習する。復習といっても、整数計画法というもの自体を初めて聞くことになるかもしれませんので、そういう場合には、その重要なとこ、重要というか、この講義に必要となる部分だけを、取り出して、復習する、復習するんじゃなくて、勉強するという形になります。で、それが初めのところですね。で、特にこの緩和という考え方が非常に重要になります。緩和というのは、整数計画法だけではなくて、その数理最適化とか数理計画法とか、あるいは最適化一般ですね、において非常に重要な概念であって、広く使われるんですけども、それを整数計画法の枠組みの中で説明します。でですね、もう一個はですね、線形計画法や整数計画法に関連する幾何学って書いてありますね。ですね、いろんなものに対して、特にその整数計画法とか線形計画法に対しては、幾何学的な、図形的なイメージを持つことも重要で、あるいはその図形的なイメージそのものが、いろんな概念、最適化の重要な概念に関わってくるので、それを説明します。それが、凸多面とか凸法と呼ばれるものですね。ちょっとこれ読めないかもしれないですね。書いておくと、凸法ですね、上の方が。凸法。なんかね、ひらがなが汚いな。ちょっと書き直しますけど。凸法ですね。凸法と読みますけども、それとか凸多面体というものが非常に重要な働きを担いますので、それがどういうものなのかということを紹介します。で、多分一つだけ証明もします。はい。で、整数計画問題、じゃあ、まず何なのかということを説明します。ですね、こういうような問題だと思ってください。例えばですね、じゃなくて、まず、整数計画問題って言われたら、ああ、しまった。整数計画問題って言われたら、それは線形計画問題。しまったな。線形計画問題プラス整数制約だと思ってください。ってことですね。すいません。なんか、間違えちゃいましたね。で、それで、それが、ここに書いてある問題で、何かっていうと、この上に書かれてる部分ですね。ここまで。ここまでは、これ線形計画問題と同じ形をしてるんですね。線形計画問題と同じ形をしてる。その、目的が、線形関数で、制約が線形不等式、あるいは線形等式になっているという格好ですね。で、それに加えて、整数制約、つまりこの01制約って言いますけども、各変数の取り得る値が0か1しかないですね。これが今、01制約と。とか呼ばれているものです。はい。
まあ、上ではまあ整数制約って言ってるんで、その整数値しか取りませんよっていうふうな、制約のことを整数制約っていうふうにまあ言うんですけど、まあ、ここではその整数の中でも特に0と1しか取らないっていうような形の制約を書いてます。整数制約では、本来はその整数だったら何でもいいっていう制約なんですけども、その整数値がですね、連続していれば、その一部に限っても構わないっていう話があるので、まあ、ここでその一部として0、1だけ取ってきます。これはですね、0、2とか、3、8とかですね、そういうのがと、あの、飛んでる整数だとちょっとまずいんですけども、連続してる整数だったら、大丈夫です。で、その最後のこの0、1制約があるっていう部分だけが、線形計画問題との違いです。いいですか？で、これがですね、非常に有用、かつ重要なんですね。で、線形計画問題との違いということが書いてあって、この各変数が0か1しか取らないという制約が、これ0、1制約と言いましたけども、で、まあ、そうじゃなくて、どんな整数取ってもいいですよっていうようなパターンの整数計画問題もあります。で、そういうものと区別して、このような整数計画問題は、0、1線形、見えないな。0、1整数線形計画問題という呼ばれることがあります。つまり、これはまずその線形計画問題から作られる整数計画問題であって、なおかつその整数が0、1に限られるという意味で、こういうふうに書きます。ただその整数計画問題の元の問題が線形計画問題がない場合も実はあって、まあそういう時にはちょっと違った名前をつける場合がありますけども、一般的に整数計画問題と呼ばれるものは線形計画問題から作られるものであることが多いです。で、これはですね、x1、x2 ってこれ2つ変数があるものなので、これは2次元の図で書けます。で、書いたのはこれですね。これどういうことかっていうと、これ、先ほど同じ問題です。ちょっと、書き方書いてましたけど、先ほどと同じ問題で、x1 と x2 は0以上。だから、この2次元平面の第一象限ですね。正象限だけを見ることになって、4x1 プラス 3x が2以上っていうのは、ちょうどこの直線よりも上側、P 領域を指しています。だから、この黄色い部分を今塗ってますけども、それが、この上の黒い3つの式で表される領域です。で、そこにですね、この x1 と x2 が0と1の値しか取らないっていう、その制約がついてるわけです。そうすると、この絵の中で、x1 と x2 が0か1の値になる部分だけを見る必要があります。で、それがこの点で書かれています。黒い点で書かれています。で、白い点は、これ両方とも、x1 と x2 が、の両方とも値が0になっている点なんですけども、だからこれは、この赤い制約は満たすんだけども、この不等式の制約は満たさない点を書いています。いいですか？で、そうすると何かっていうと、この黒い3つの点の中から、この21という方向ですね。これは、目的関数の方向ベクトルですね。この方向に向かって一番、小さくなっている方ですね。だから、この左下に近い点は何ですかってことを聞くのが、この整数計画問題になっているという、まずイメージを持ってください。いいですか？で、この場合は、まあ、解くとどうなるかっていうと、この、x1 が0で x2 が1っていう点が、この目的関数値を一番小さくします。それが最適解です。で、最適値は1になります。ここまでいいですか？まず、この最適解と最適値っていうのを区別するっていう話もあったので、ちょっとそれも思い出してください。いいですか？いいですか？反応をください。サムアップか、なんか、涙を流すか、なんか、ちょっとした反応があると。はい、ありがとうございます。痛そうなので、じゃあ進みますね。で、こういうのが整数計画問題です。で、一般的に書くとこんな感じになります。今、この上に書いてる部分ですね。これは前回やった標準形の線形計画問題の部分と同じです。書いておくと、上の部分。これは前回やった言い方で言うと、標準形の線形計画問題ですね。
で、それに対して、この変数が0、1っていう制約がついていると。この0、1もこの N 乗の高いじゃないかっていうと、今この X はベクトルですから、N 次元ベクトルですから、どの成分も0か1であるということを書いていると思ってください。いいですか？で、こんな感じになっておきます。で、QOL 類ってこれですね。この黒い制約はもちろん満たしますけども、この赤い制約はこの前のところに入っていると思ってください。だから X っていうのは0、1の N 乗から取られるという感じになっているということですね。いいでしょうか。はい。で、これを考えていくということになります。あ、そうか。で、重要なことを言ってないんですけども、前回やったのは、ちょっとまず話変わるんで、前回やったのは線形計画問題で、で、今、書いたのは、整数計画なんですね。で、まあ、違いは、この赤い部分があるかないか、だと思ってほしいわけです。で、ちょっと前戻りますと、この整数計画っていうのは、この図の場合だと、この3つの点があって、3つの点の中で、どの点が、この目的関数の値を一番小さくしますかってことを聞いてるんで、まあ、原理としては簡単な感じがするわけです。一方で、整数計画問題っていうのは、例えばこの黄色い領域全体の中から一番小さいのはどれですかっていうふうに聞いてるので、まあ、その候補となる解の数、まあ、いわゆるその許容解の数っていうのが無限、まあ、数を無限って言っていいかどうかわかんないんですけども、許容領域が無限領域な、無限集合になるわけです。一方で、この例の場合は、整数計画問題の許容領域っていうのは有限になります。あ、そうすると、まあ、なんか原理的には整数計画問題の方が簡単なような気がするんだけども、実際は、整数計画問題の方が、マッチマッチハーダーです。どんぐらいなんて言うんだろう。もっともっと難しいです。これだから難しい。基本的に整数計画問題が難しい問題で、線形計画問題ってのは優しい問題だというふうに思ってください。優しいのは簡単なことですね。で、これ重要なことで、なんだろう、制約が多いから、あ、書いちゃった。制約が増えてるから難しいってわけでもないんですね。まあ、制約が多いと簡単になる場合もあるので、そういうことは言えないんですけども、なんだろうな、この整数制約っていうのは、いろんな問題を難しくする、傾向にあります。傾向にあります。ので、それが、まず、認識しておいてほしいことなんですね。だから、線形計画問題は、なんか、そういうふうになんかその無限集合対象としてのなんか優しい、なんか簡単に解ける。実用上も簡単に解けると思われています。あ、これを言うとまた怒られるかもしれない。じゃあ、実用上は整数計画問題よりも簡単に解けるというふうに思われています。思われているか実際そうです。で、整数計画問題の方が、解くのは全く難しいですね。あ、実用上も。理論上もそうです。ので、で、よく解きたくなる問題はこの整数計画問題です。で、我々が解きたいのも、そのマッチングの問題として解きたいのも整数計画問題になります。これは次回やります。ので、何をするかっていうと、整数計画問題を解くために線形計画問題を利用するってことをします。で、これがその整数計画問題を解くための、まあ、常套手段なんですね。はい。で、まあ、どんな感じでそれをやるのかってことの触りを今から説明します。触りというか、一旦を今から説明します。で、そのために使う道具というのが、概念というのが、ここに書いてある線形計画カンバです。で、これは非常に重要な概念です。で、これは何なのか。というと、今ですね、先ほど書いてあった整数計画問題の、ここに改めて書きました。これ先ほど同じ形です。この1行を先ほど2行で書いてたんだけども、それを1行にしました。で、これ今後、この IP ということにします。IP はインテジャープログラム、インテジャープログラムの形です。で、じゃあ、ちょっと書きながらちゃんと書き直して、インテジャープログラムなので、まあ、IP と書くことにしましたけども、で、それに対してですね、この線形計画緩和っていうのが付与されます。この一つ整数計画問題があったら、それの線形計画緩和っていうものが作れます。で、それは何かというと、この整数計画問題のここに書かれている、そう、いわゆる整数制約、01制約というのをなくしたもの、それが整数計画緩和です。いいですか？それだけです。
私、先ほどは、そのなんか標準形の線形結局問題があったら、それに整数制約をつけて、線形結局問題を作るっていうふうな言い方したんだけども、逆に整数結局問題から整数制約をなくしたものが、その整数計画問題の線形計画緩和です。いいですか？で、それをまあ、今後 LP ということにしましょう。ちょっと名前は後で変わると思いますが、LP とかということにしましょう。この作り方はいいですか？整数制約をなくすだけです。で、この概念が、まあ、こんなに簡単なものなのに、非常に重要です。非常に重要です。はい。あ、ちょっと、日本英語がですね、リニアプログラミングリラクゼーションっていうふうに言います。はい。で、何が重要かっていうと、まず、あ、そうか、まず例がありますね。先ほどの例です、これ。先ほどの整数計画問題。これ例として挙げたものですね。で、それの整数制約なくしたものが右側です。で、整数制約なくしますから、どんな感じに問題変わるのかっていうと、元々のこの整数計画問題は、ここに書いてあるこの4つの点ですね。3つの点の中から、一番目的関数値を小さくする点を見つけなさいっていう問題だったんですけども、それも線形計画緩和の方は、この黄色い領域ですね。この中で、この目的関数を一番小さくする点を選びなさいという、まあそういう問題になるわけです。だから問題の雰囲気は全然違うわけですね。いいですか？で、線形計画緩和の方は、これ線形計画問題になってます。いいですか？今度は、入れなかったですね。はい、すいません。いいですか？ここまでいいですか？で、こんなものがなんでそんなに重要なのかと言われると、次のような原理があるからです。まあ、性質とここで言ってますけども、まず一つ目。上はこれ定義、先ほどの定義が書かれたものです。で、重要なのか今から説明するのはこの性質です。この性質に関して説明したい。で、どういうことなのかっていうと、書いてある通り、この左側の整数計画問題の最適値と、右側の線形計画緩和の最適値を比べます。まあ、どちらも最適値が存在する場合を考えていると思ってください。最適値存在されると、これ言ってることをちょっと成立しませんが、最適値が存在する場合考えます。で、そうすると、この IP の最適値、左側の最適値は、右側の最適値以上に必ずなります。これは重要な性質です。で、これは証明できます。これ性質と言って、証明できました。証明今からします。で、なんでか。重要なのは何かっていうと、この線形計画緩和っていうのは、整数計画緩和、じゃあ整数計画問題の制約を取り除いたものだっていうことです。取り除いてるので何が言えるかっていうと、それを今から証明で使いますけども、まずですね、XI スターを IP の最適解、左側の最適解、XL スターを右側の最適解しましょうと。で、そうすると、今、この制約を IP の方から取り除いたのが LP だっていうふうに言ったので、これですね。IP、左側の許容領域は、右側の問題の許容領域に含まれます。ですか。何を言ってるかっていうと、左側でこの3つの制約を満たすような X を持ってくると、それは右側の問題のこの制約も満たすわけです。これ当たり前ですね。いいですね。左側の制約は右側の制約。左側の制約を満たす X は、右側の制約を満たすわけですね。この上の部分と同じですから。ですか。だから、その許容領域、この、制約を満たす X 全体の集合の間には包含関係があります。ですね。で、最適解と言ってるものは、そもそも、この許容領域、この制約を満たすわけですから、この XI スターっていう IP の最適解は LP の許容解です。いいですか。そうすると、最適解の定義から、XL スターっていうのは、この X 点値 X、あ、C 点値 X っていうのを最小にするような X だったわけだから、C 点値 X スター L っていうのは C 点値 XI スター以下になります。ですか？この LP において。XL スターも XI スターも LP の許容解であって、XL スターは LP の最適解だから、これが成り立ちます。で、ここに書いてあるのは、取りも直さず、この整数に書いてある等式そのものということになるわけです。いいですか？
もうこれが分かれば今日ほぼおしまいなんですけど。いいですか？ほぼおしまいは言い過ぎですけど、これが重要な原理です。もうこれだけですね。これだけですね。はい。で、これなんで重要かっていうと、次のようなことがここから導かれるからです。それ性質にです。性質に。はい。何かっていうと、今ですね、この右側、線形計画緩和を解きます。で、解いて最適解が出られたとしましょう。それ今、XL スタートしますね。で、これが偶然 IP の許容解だったとしましょう。何を言ってるかっていうと、線形計画緩和を解くと、この AX イコール B と X ダイナリコール0っていうのを満たす X が得られます。最適解が得られます。で、それが偶然、この整数制約も満たしているとしましょう。っていうのは、この過程です。そうすると、その瞬間に、この右側を解いた結果として得られる最適解が、実は左側の問題の最適解になります。これが重要な性質です。もう一度言いましょうかね。右側を解いて最適解が得られました。で、その最適解が偶然じゃなくて、その最適解が、この整数制約を満たさします。そうすると、右側の最適解として得られたものっていうのは、実は左側の最適解になります。つまり、右側の問題を解くことで、左側の問題を解けちゃうってことが起きます。と入っているのが、この性質です。言ってることの内容はいいですか？で、なんでこれは正しいのかってことも証明できますね。で、それは先ほどの性質1を使います。で、どうするかっていうと、IP の最適解を持ってきます。これ XI スターとします。で、結論としては、この XL スターが IP の最適解だったことが言いたいので、この XI スターと、IP の最適解である XI スターと、XL スターの目的関数値が等しくなることを言います。ですね。それをどうやってやるか。まず、性質1より、これ性質1、先ほどのページです。前のページですね。これですね。これですね。これそのまま書くと、C 点値 XI スターと C 点値 XL スターの間の代償関係として、C 点値 XI スターダイナリーイコール C 点値 XL スターが得られます。これそのまま性質1書いたものです。いいですね。XL スターは NP の最適解で、XI スターは IP の最適解ですかね。使いますね。性質1が。で、この次に、この性質の仮定を使います。XL スター IP の許容解を出します。XL スター IP の許容解なので、IP の許容解と IP の最適解 XI スターを比べると、その、値は XI スターの方が目的関数値が小さいか、まあ、等しいかになるわけですね。それは最適値の定義です。IP における最適値になりますからね。IP における最適値と IP における許容解の目的関数値比べてます。いいですか？で、今、最小化してますから、C 点値 XI スターが C 点値 XL スター以下になるということになります。そうすると、この2つの不等式、組み合わせると、イコールになることがわかるわけです。ですか？ XL スターは IP の許容解であって、なおかつ最適解と値を、目的関数値を同じにしますから、XL スターも IP を最適解であるということがわかると。ということになって証明が終わります。いいですか？どうでしょう？わかんないですか？わかんなかったら、ちょっと、なんかそういう表現をしてください。いいですか？わかんない。どこがわかんないかってことは、なんか、指摘できますか？それができると。ありがたいんですけど。どうでしょう。いいでしょうか。じゃあ、どっかわかんないか分かったら教えてください。はい。あとのコメントでもいいので、どっかわかんないか分かったら教えてください。はい。
おっと、なんだろう。あ、で、じゃあ、そこから何がわかるのか。まあ、さっき、あ、何がわかるのか全然わかんないです。ですね。今から何をするのかわかんないな。で、そこから何がわかるのか。ちょっと話の流れは今わかんないな。今、ここに書いてあるのは、先ほど挙げた整数計画問題で、これはそこから作った線形計画緩和です。で、前回の話と関連づけますね。前回の話で何があったかというと、線形計画問題があったら、その相対問題というのがあるということを言いました。で、この下に書いてあるのがこれは相対問題です。まあ、これは今 DLP と書いてますね。これ前回書いた相対問題と全く同じものです。で、相対問題、これも線形計画問題ですから、これに、01制約をつけると、整数計画問題が作れます。それは DIP とかにしましょう。これどうやって作ったかっていうと、相対問題に整数制約をつけた問題です。で、本来解きたかったのは、この IP ってこの問題なんですね。この問題なんですね。この問題解きたかったと言ってるんですけども、先ほど言ったことから何がわかるかというと、今ちょっと場所を動かしていこう。先ほど言ったことから、これはわかりますね。で、先ほど言ったことじゃからどうかわかんないので、ちゃんと書くと、これは、初め、この一番右側の不等式は、これは性質値1です。性質値ですね。これ先ほどやりました。で、真ん中の等式。これは、DLP の最適値と LP の最適値が一致する。この2つですね。この2つの最適値が一致するってことを言っていて、これは前回紹介した、これは共相対定理です。線形計画問題の共相対定理です。はい。で、一番左にあるこの不等式。これは、この下の二つを比べてるんですね。で、これは、つまり、見方によると、この DIP っていう整数計画問題があって、それの線形計画緩和が DLP であるっていうふうにも見えるわけです。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、この二つの問題っていうのは最大化問題です。値を最大にしたいっていうふうな言ってる問題なんですね。で、そうすると、この性質1と同じ議論を使うことによって、DIP の最適値が DLP の最適値以下だってことがわかります。ということで、この一連の不等式が得られます。だから、まあ、上に標語的に書くと、こうなって、こうなって、こうなって、こんな感じですね。こんな感じになってます。で、そうすると結果的に、この一連の流れから、結果として、この IP と DIP の間には、なんかこういうその代償関係、その最適値はなんか代償関係があるということがわかりますね。この向きはいけないかな。ちょっと向きを。こう、そういう代償関係があるということがわかります。で、これが重要で、今後使っていくことになるわけですね。というかですね、何を言えばいいのかというと、これがどう、これが、今まで話したマッチングの話と関係があるということを次回言います。はい。で、この後なんか続きがあるかな。はい。で、特に、その性質にですね、ここに書いてある性質になんですけども、特に、LP、ここが、これ全体ですね。全体が性質2から来るんですけども、LP の最適解の一つが IP の境界で、というのは先ほどの性質2の過程ですね。で、同じように、その下の方で、相対問題の方で DLP の最適解の一つが DIP の境界だったら、ということが言えると、この先ほどの不等式のところが、等式になるわけです。で、そうすると、この IP と DIP の最適値が一致するということがわかります。で、これまた次回、この性質が重要になってくるということを話します。はい。それがこの記述ですね。今書いたんですね。で、これを次回使いますと。で、どうするかっていうと、何に使うかっていうと、2部グラフに対して重みが整数であることを考えます。で、それで、最小費用完全マッチング、まあ、最小重み完全マッチングっていうのを考えるんですけども、それをこの IP の問題として記述します。
モデル化します。で、ここが重要なんですけども、NP の最適値と IP の最適値が実は等しくなるということを言います。この2部グラフの最小費用完全マッチングという問題に対しては。で、つまり、この場合、NP を解けば最小費用完全マッチング問題が解けるということがわかります。で、先ほど言った通り、LP ですね、線形計画問題は簡単な問題だっていうふうに言ったので、これで最小費用完全マッチング問題が解けるというふうな流れになってきます。というのが次回以降の流れになります。よろしいでしょうか。はい。ってことを次回やります。あ、これも次回の予告なんですけども、もうほぼここで今日は終わってしまいそうな勢いになってますけども、今日はもう少しやって、それが先ほど言っていた、そのトツタミンとかトツホっていう幾何学の話、その図形の話になります。で、図形のイメージを持っておくといろんなことがわかりやすいので、それをやります。というのを、じゃあ休憩の後でやりましょう。じゃあ今から2分休憩します。今から2分休憩しますの、こうですね。休憩します。はい、じゃあ2分休憩します。はい、それでは休憩終わりになります。質問とかいいですか？はい、では、続きをやっていきますけども、続きはちょっと今までの話とは変わるんですけども、先ほど言ったみたいにその図形的なイメージをお伝えするということになります。ですね。線形計画問題や整数計画問題を探求するためには、幾何学的な直感や概念を活用することが重要になるので、それをまず紹介します。で、よく使うのは、トツタメンテとかトツ法という、まあ、そのトツ集合に関する概念になります。それで、まずトツ集合の定義から始めていきます。トツ集合ですね。その R の M 上、その M 次元空間の部分集合を考えます。S を考えます。で、S が凸集合であるということは、次を満たすことって書いてありますね。で、何なのかというと、これは何なんだろう。そうか、しまった。まあいいや。任意の PQ、S っていう集合の点と、0以上1以下の実数、ラムダっていうのを取ってきたときに、ラムダ P プラス1マイナスラムダ Q っていうのも S に入ってる、S の要素であるっていうのが、凸集合であることの定義です。で、この条件何を言ってるかっていうと、その P と Q っていう点があったら、このラムダ P プラス1マイナスラムダ Q っていうのはどういう点のことを言ってるかっていうと、この P と Q を結ぶ線分上の点で、こちら側の割合が
ラムダで、こちら側の割合が1マイナスラムダ。であるような点ですね。これが、このラムダ P プラス1マイナス Q ですね。ちょっとこれ色変えようか。この点がラムダ P プラス1マイナス Q ですね。いいですか？だから今このラウダっていうのは、その任意なので、例えばこう、そのラムダの値によって、この P と Q を結ぶ線分の、上の点が任意に取られるわけです。その任意の点が全部 S に入ってなくちゃいけないと。しかもその任意の P と Q ですね。で、今例がありますけども、下の方、この左側の方、これと中央です。なんでかっていうと、どのように P と Q を選んで、どのようにラムダを選んでも、この線分上の点っていうのは、この集合の要素になってるからです。ですね。一方で、この右側のような集合ってのは、途中集合じゃないです。なんでかっていうと、ある P と Q と、あるラムダに対して、その、線分上の点っていうのが、この集合の要素にならないからです。いいですか？定義はいいですか？いいですか？で、まあ、下に集合があって、まあ、どうでもいい集合かもしれませんけど、一応言っとくと、都市集合ではない集合のことを O 集合とは言わない。あ、そうか。まず、読み方がわからない。これ、凸ですね。凸。これ、凸なんですけども。なんか、まあ、その、対応する日本語としては O っていうのはあるんですけども、別に O 集合という呼ばれる概念ないので、それは注意してください。凸ではない集合のことは凸ではない集合と言ったり、一つ集合と言ったりします。一つ集合と呼ぶことは、だからそのなんかその世の中にそのか反対語とかですね、対義語っていうのはあるんですけども、それはですね、別にその〇〇でないものをその対義語で呼ぶってわけではないので、そういうことにやっぱり注意するんですね、その日本語表現としてはね。だから凸と凹っていうのはそのなんか対になる概念ではあるんですけども、だからといって、凸ではない集合のことを O 集合と呼ぶわけではないので注意してもらいたいし、O 集合というものを、なんだろう、O 集合って概念はそもそもないと思います。どこにも。集合が O であるって何なんだろうな。ちょっとわかんないですね。はい。まあ、それはちょっと油断です。はい。で、途中の例ですね。まあ、いろいろと重要な例はあるんですけども、この講義ではもうほぼこれしか使わないので、で、これだけ説明します。何かというと、これ閉鎖空間です。閉鎖空間です。何かというと、これですね。こんな感じで形で書けるものです。A っていうのはなんかベクトルで、あ、0ではないベクトルですね。で、B は実数だと思ってください。で、A 点値 X が B 以下っていう形で書けるような X 全体の集合です。これ閉鎖空間っていうふうに言います。で、下のはイメージですね。下のイメージで、これは RN の場合ですね。R じゃない、N が2の場合。N が2の場合の例で、だからその場合は A、だからその場合はなんかその形としては A1X1 プラス A2X2 小なりイコール B とか、なんかこんな形で書けるわけですね。だからそういう領域を指してます。で、これなんで凸なのかって言われると、あ、ちなみにこれ、A が0であっても、これ、凸であるし、S という集合を作れるんですけども、その場合は閉鎖空間と呼ばないと思うので、A が0の場合除外してます。で、なんでこれ凸なのかっていうと、まあ、これ定義に照らし合わせて考えてみればいいわけですね。任意の S の点 PQ と任意のラムダを取ってきます。そしたら、これですね、A 点値なんたらかんたらっていうのが B 以下であるってことを証明するわけです。で、どうするかっていうと、まずその A 点値なんたらかんたら、これ分解すると、なんたらかんたら、ちゃんと読みましょうかね。ラムダ P プラス1マイナスラムダ Q ですね。で、これ分解すると、なんと、分配すると A 点値を。
ラムダ A.P と1マイナスラムダ A.Q と呼んでいきます。で、今ですね、A.P、これ P は S の要素ですから、P は S の要素ですから、ラムダ A.P、これは B 以下の要素。いいですか？で、ラムダは、これは1以下です。ですね。ラムダ1以下です。だから、ラムダかける、A.P っていうのは、ここに書いてあるラムダ B 以下になります。ですか？で、一方で、この A.Q ですね。こっちの方。こっちの方も B 以下です。なんでかって Q が S の要素だから。ですね。で、1マイナスラムダ。これは、ラムダが0以上ですから、これも1以下です。1以下これ関係ないです。すみません。ちょっと。今、私が説明したかったことと違うこと言ってるんで、もう一回言いますね。前の方から順番に。A.P は B 以下です。で、ラムダは0以上です。0以上以下。0以上だから、0以上のものをかけても、この不等号の比は変わらないってことを言いたかったですね。だから、前の部分はラムダ B 以下になって、後ろの部分は1マイナスラムダが0以上ですね。ラムダが1以下だから。だから、A.Q が B 以下であるっていうものに、0以上のものをかけても、同じ向きの不等号が成り立って、ここに、あ、1、ここは間違ってるな。これは間違ってます。1マイナスラムダかける B ですね。すいません。かっていきます。で、これ整理するとイコール B って言います。どうです。すいません。いいですか？はい。ということで、平板空間は特殊用です。重要ですね。いいですか？で、もう一個重要な性質が特殊集合にもありまして、それがここで、S と T が特殊集合だったら、S と T の共通部分も特殊集合です。まあ、これイメージ図ですね。この黄色い集合、これ都市集合です。で、この青い集合、これも都市集合です。で、その共通部分がこの中、この切り取れたこの集合ですけども、これも都市集合ということを上の性質は言っています。証明はそんなに難しくないです。この定義をそのまま使えばできます。ので、まあ、ここでやらない。いいですか？で、そうすると、先ほど、平板空間が特殊集合だっていうふうに言ったんですけども、その平板空間の共通部分も特殊集合だってことがわかるわけです。で、そういうふうにして作られる特殊集合のことをトツタメン体っていうふうに言います。何かというと、トツタメン体とは、有限個の平板空間の共通部分です。だから、書こうと思うと、こんな感じで書きます。先ほどですね、平板空間っていうのは、なんか S っていうのはどう書いたかっていうと、X が、この Rn 上の要素で、A.X が B か。なんかこんな感じで書いてあるんですね。で、A っていうのは、R の n 乗。で、まあ、0ベクトルではない、A で、で、B は、実数に書いたんですね。で、こういうものをたくさん集めて共通部分を取りなさいっていうふうに言ってるのが、今ここに書いてあるのが、これ平板空間ですね。平板空間。で、こういうものをたくさん持ってきて共通部分を取ったのが、この形だっていうふうに言ってるわけです。で、なんでそういうことになるかっていうと、今ですね、じゃあ、ここは、この表現では A.X 小なりイコール B と書いてるんですけども、ちょっとそれ字をつけて、これ今 A1、B と、そこを書くことにしましょう。で、今、これは一つの平板空間の、今これじゃ S1 としますね。じゃあ、例えば、S2 とかっていうのが他にあって、それもなんか同じように平板空間であって、じゃあ別のベクトル A2.x となんか B2 を使ってこの書けるとしましょう。こんな感じ。で、そうすると、S1 と S2 の共通部分っていうのはどう書けるかっていうと、これもちろん x を集めてくるんだけども、それは A1.x が B1 以下であり、かつ A2.x が B2 かなっていうふうに、まあ、こういうふうに書けるわけです。いいですか？で、これ、この右側の部分ですね。ちょっと、色変えますけども。この右側の部分。この部分を行列をとベクトルを使って書いたのが、この AX、B、小なりイコール B ということが形になるわけです。いいですか？だから今、この場合は A っていうのが、アラージ A っていうのが、
なんか、A1 ペンチ、A2 ペンチっていう、まあ、こういう行列になってて、上の B っていうベクトルが、B1、B2 か。感じになってるって思ってもらったわけですね。で、この場合は、この今の例の場合は、M が2。だから、この2つの、2つの平方空間を共通部分に取ってるって形になってるというふうに思ってほしいわけですね。ちょっと、これだけ。で、一般的には M 個ありえますから、M 個ある場合には、この Large A っていう行列の行の数が M になるわけです。だから、RM×N 乗から A という行列を取ってきているという形になるわけです。いいですか？今、ここの例は、そのまま5個の平方空間の共通部分として、この黄色い部分が得られているっていう、形ですね。で、この黄色い部分がドツタメン体です。まあ、二次元の英語、ドツタタカ形になるわけですけども、まあ、もっと高次元だったら、ドツタメン体で呼びます。いいですか？で、ここに書いてありますけども、ドツタメン体は空かもしれないし、比喩形かもしれない。まあ、これ、右側の例、これ比喩形な例書いてますね。比喩形というのは何かっていうと、この例の場合は、その二つ、この直線の上側っていう、半平方空間と、この直線の上側っていう平方空間を作ると、この黄色い部分になるんですけども、黄色い部分っていうのは比喩解なんですね。比喩解って何かっていうと、とどまるところを知らないっていうことですね。この黄色い部分の領域っていうのは、この上の方にもう無限に続いていってるわけです。まあ、その無限に続いていってるっていうのを比喩解というふうに言うわけですけども、まあ、そういうふうになる可能性もあります。一方で、空になる可能性もあります。その中で、変に、平方空間を持ってきちゃうと共通部分に空になるわけです。だから、まあ、空のものもトツタメン体ということがあり得るので、だから空集合もトツタメン体であるっていうふうに言うことがあるので、まあ、注意してください。まあ、空集合をトツタメン体と、まあ、いいや。ある、そういうこともあるので注意してください。はい。で、性質ですね。トツタメン体はトツ集合です。まあ、さっき言った通り、平方空間はトツ集合であり、トツ集合の共通部分もトツ集合だから、トツタメン体はトツ集合になります。いいですか？で、もう一個注意したいのは、このトツタメン体においては、この共通部分として取られる平方空間は有限個です。これを無限にしちゃうと、途端に話が変わってきます。途端に話が変わってきます。ので、これ注意してください。有限個しか使わないのはトツタメン体です。はい。ここまでいいですか？まあ、ほぼ定義してか、してないので。ですけども、いいですか？はい。じゃあ、いろいろ反応をいただいたので、進んでいきますね。では、先ほどじゃなくて、今まで言ってた線形計画問題あるんですけども、これの許容領域はトツタメン体です。ってことをまず確認する。だから、そういう意味で、そういう意味で、トツタメン体っていうのは、その線形計画問題を考えるときに、非常に自然に出てきます。今ですね、ここには、あ、書いちゃった。切り替えがそうなった。ここには、標準形の線形計画問題書いてありますけども、その許容領域っていうのは、これが定義ですね。その制約を満たす全ての X を集めてきた集合です。で、これがトツタメン体であるってことがわかるように書き換えます。で、どう書き換えていくかっていうと、AX イコール B。これ書こうかな。AX イコール B で、この等式を、この2つの不等式に分けてます。ですか？何かっていうと、AX イコール B っていうのは成り立つってことと、AX が B 以下であり、かつ AX が B 以上であるってことは、これは同値です。ですね。で、下の方を、不等号の向きを変えるように書き換えると、それは、マイナス AX が小なりイコールマイナス B という形になるわけですね。いいですか？ということを使って、この部分の書き換えを行っています。ですか。で、X の方も、ちょっとこの不等式の、不等号の向きを揃えるために、マイナス X が0以下という形に書き換えています。いいでしょうか。そうすると、ここの3つの不等式は、行列を使って、こう1つの式にまとめられるわけです。いいですか。いいですか。で、そうすると、これはどうなってるかっていうと、ここの行列の、
行の数っていうのが、これは、2m プラス n 行になってるんですね。今、a の行の数が m で、マイナス a の行の数もこれも m で、i ってこれは、単行列ですけども、x の次元 n ですから、これ n なんですね。って形で、2m プラス n 行のある行列で、別の数はこれ m ですけども、っていうのを使ってかけることになります。だから、これは 2m プラス n 個の、半空間、平半空間の共通部分として、LP の共有領域でかけたということになるわけですから、トスタメンタイですということになります。いいですか？だから、LP というもの、だから、線形計画問題っていうものを見ると、まあ、今これ標準形ですけども、まあ、これ標準形じゃない場合にも同じような議論で、その許容領域がトスタメンタであるということが言えます。はい。だから、まあ、そういう形で線形計画問題考えると、自然とトスタメンタに遭遇するということになります。はい。で、もう一個重要な概念として、凸法というのがあります。で、凸法って何かっていうと、これが、定義がちょっとややこしくて、まあ、困るんですけども、これ、まあ、書いちゃったら書きますね。やりますね。S というのはまた N 次元空間の部分集合です。で、その凸法、ちょっとまた読み方を書いておくと。凸法っていうのは何かっていうと、S を含む最小の凸集合です。最小って何なのかって言われると、これもまた、ちょっとまた困るんですけども、まあ、まあ、いろんな意味で最小です。いろんな意味で言っちゃいけないかな。体積最小と言っていいのかな？体積最小です。でも、まあ、体積とかってことを言い出すと、体積測る術をちょっと考える必要があるので、まあ、ちょっとそういうことを言い出すと、いろいろとややこしくって、まあ、困るんですよね。まあ、方眼関係において最小っていうふうに言うのがよく言う言い方なんですけども、まあ、それもよくわかんないかもしれないので、まあ、ここにちゃんと式として定義を書きました。で、この、昆布 S って、これが S の凸法を表す記号だと思ってください。この記号を使うことが一般的かどうかっていうのはちょっと疑問がありますけども、まあ、この講義では、この記号を使っていきます。で、何かっていうと、T っていうのを集めてきて、その共通部分を取ります。で、T はどういうものかっていうと、まずそれは S を含んでいる必要があります。S を含んでいる凸、え、S を、S を含んでいる集合で、なおかつ凸なもの。そういうものを全部集めてきます。仮想的に全部集めてきて、それらの共通部分を取ったのが、この右辺だということですね。で、それをもってして、S の凸法というものを定義しましょうというふうな書き方をしています。で、それが定義です。で、今ですね、ここにあるものは、これは S です。これ S だと思ってください。だから S というのは、この、一つの点と二つの円の、合併ですね。和集合として得られている集合だと思ってください。で、それらを含む集合 T で凸なものを全部持ってきて共通部分を作ります。それは凸法です。で、凸法を作ると、こんな感じになります。この黄色い部分が、この集合 S の凸法です。これが昆布 S となるわけですね。いいですか？イメージは湧きますか？はい。それで、凸法の定義と凸集合の性質から、凸法は凸集合ですよ。なんでかっていうと、凸法は T として凸なものを全部集めてるんですね。T として考えるものは凸集合しかありません。で、凸集合の共通部分も凸集合なんだから、そうやって作られる凸法は凸集合です。ということですね。いいですか？で、そうか、だから、ですね、よく言われる、まあいいや、これ読みようかな。凸集合です。凸凹集合です。で、証明は省略しますが、S が有限集合の場合、S が有限集合の場合に、その凸法っていうのは必ず有解な凸多面体になります。これでですね、これ今、S っていうのが、黒い点、6個の集合だと思ってください。そうすると、この S の要素数っていうのはこれ6になるわけです。有限集合ですね、S っていうのは。そうすると、この場合は、で、その場合、この
凸法を見ると、これは確かに誘拐の凸多面体になっている。まあ、二次元だから、これ凸多角形ですけども、凸多面体であり、なおかつ誘拐っていうのは、その中に、どっかその無限大のところまでずっとこの黄色に沿って行くことはできない。必ずどっかでこう、遮られている。というのが誘拐だったことですね。まあ、図を見ると、なんか明らかな気はするんですけども、これは割と深い定理で、まあ、深いかな。深いかどうかはちょっと別にして、これちゃんとこれ、本来証明しなくてはいけない定理ですけども、ここで証明はしようとします。なんか、ちゃんと証明しようとすると割と大変です。ので、証明はしませんけども、まあ、その図のイメージからは、まあ、成り立っているかなっていう感じはしますね。これ、どんな次元でも成り立ちます。ということが重要ですね。で、有限集合って言ってますけども、先ほどの図ですね。あ、これはその有限集合じゃないので注意してください。この円っていうのは、この円の上に無限に点があるわけです。無限に点が。だから、この S は無限集合です。この S っていうのはこの前のです。この S、これ無限集合です。これは注意してください。いいですか？で、実際この例の場合には、まあ、このような、その5つの、平板空間の、共通部分として書けてるから多面体です。ですね。で、なおかつ誘拐です。で、もう一個ですね、この凸集合に関して重要な概念になっているのはですね、端点です。端点。で、端点が実は割とその最適化において重要な役割を果たすんですけども、ここではまずその端点定義しますね。で、これが割と厄介なんですよ。で、ちゃんとやります。ちゃんとやる割には、定義をちゃんとやります。で、どういうものか。まず、凸集合があります。端点は多分凸集合にしか定義されないと思うんですけども、まあ、凸集合が使ってます。ですよね。で、その端点、エクストリームポイント。っていうのは、次を満たす S の点 X です。で、どういうものかっていうと、任意の X プライムと X2 プライムというのを S から取ってきます。これも S から取ってきますからね。S から取ってきて、この X というのが、X プライムと X2 プライムの中点であるならば、X と X プライムと X2 プライム全部等しくなりますというふうに言ってます。これでいいですね。で、下の図は何かっていうと、この赤いのが、この、昆布 S の、だから、ちゃんと書きますね。この S は、この図の S っていうのは、この黄色の集合です。ちょっとなんか字が荒れてるな。もう一回書きますね。S が、この黄色の集合の時を考えます。だから、さっきとその、何が S であるのかっていうのはちょっと違うので、それは注意してください。この黄色の集合が S です。黄色の集合が S で、で、S の、書けない。S の端点は、赤です。赤い点。なんか、黄色いっていう日本語があると思うんですけど、ちょっと黄色いっていう日本語が正しい日本語かどうかちょっとわかんないので、ちょっと今黄色のって書いてますね。で、赤いは多分正しい日本語なので赤いって書いてます。で、だから、ですね、この例でどう見ればいいのかっていうと、じゃあ、まずじゃあ端点でないところですね。端点でないところ、例えばなんかここら辺の点。これ X としましょう。で、これ、この X ってこの点は端点じゃないから、ここに書かれている、条件満たさないわけです。で、なんでかっていうと、これは、X という点を中点とするような、X プライムと、X2 プライムが S の中で取れて、なおかつ、この X プライムと X2 プライムが X と異なるようにできるからです。何言ってるかわかりませんね。つまり、ある、X プライムと X2 プライムが、存在して、X イコール2分の X プライムプラス X2 プライムであるが、X は
X プライムとも違うし、X は X2 プライムとも違うと。よって、X は S の単点ではないと。こうなります。いいですか？この X で、この X ですね。この X。いいですか？で、同じようなことは、なんか、ここら辺の、この、なんか、この端の、端のあたりの点でも言えるわけです。今、これ X としましょう。これ X とすると、その X プライムと X2 プライムとして、なんかその別の S の点が取れて、X が X プライムと X2 プライムの中点になるんだけど、X と X プライムと X2 プライムは全部異なるというふうにできます。どうですか？で、そんなことが、この赤い点ではできないんですね。例えば、この点。この点 X とすると、これどんな感じになってるかっていうと、この X の周り、なんか丸まってるわけです。この X の周りっていうのは。だからなんかその X を中点とするような2つの点、X プライム、X2 プライムで S に入ってるのを取れないんですね。だから取ろうとすると、だから X と違う X プライムと X2 プライムを取って、なんかこの X プライムと X2 プライムの中点が X になるようにしようとすると、このどちらかは S に入らなくなっちゃうわけです。だからそういうふうにその X プライムと X2 プライムの中点として X を実現しようと思ったら、X プライムと X2 プライムは X と等しくなくてはならない。というような性質が、この端の点では、この X では、そういう性質が出てくるわけです。というふうに言ってるのがこの定義です。いいですか？わかりますか？よくわかんないですか？いいですか？いいですか？なんかちょっと反応がないから、ちょっと今、どうしていいかわかんないですけども。いいんですか？うわ、わかんないですね。わかんない。なんか何がわかんないかわかりますか？何がわかんないかわかりますかって聞き方はよくないですよね。でもね、察することができないんですよね。多分だからこの条件の書き方がちょっと分かりにくいんですよね。初めから。だからこの条件を書き直すといいかもしれないんですけど、だからなんだろうな。だから多分端点でないことを定義する方が多分簡単です。端点でないっていうのはこんな感じなんですね。ある X プライムと X2 プライムが存在して、X はその2つの点の端、中点であるけども、X と X プライム、X2 プライムが異なってしまう。ように、X プライムと X2 プライムを取れる場合には、単点ではないです。X は単点ではないです。で、単点ではない、単点ではない、ん？という条件を満たさない場合、それ単点です。それを書いたのがここですね。はい。そういうことになります。ああ、だから、その単点でないものは、なんか中に入っちゃってるか、この端にベターっとくっついてるか、こんな感じなわけですね。まあ、じゃあそういうイメージは持ってもらって、定義はこれであると思ってください。だから、証明しようと思っている場合には、この定義を使わなくちゃいけないと思ってください。じゃあ、そういうカラーテストを進んでいきますね。で、これは重要だから、これが多分証明するんですね。そうですね。証明します。で、これ何かというと、まず、トツタメンテが、あ、どうします。トツタメンテ先ほど言った通り、有限個の平方空間の共通部分です。で、ここでは M 個、この不等式を持ってきて、その M 個の不等式で作られる平方空間の共通部分として、この S というのを書いていると思ってください。いいですか？で、このトツタメン体において、Z が S の端点である。時には、
N 個の数字に対して、この不等式を等式で満たします。今、M 個不等式があるんですけど、そのうちの N 個に対しては、この不等式を等式で満たします。これは重要なことを間違えていて、この Z っていうのはすみません。これは S の要素である必要があります。S の要素である必要があります。またね、S の要素がなくても、別に、単点だったら、そもそも S の要素なんだから、いいですね。すみません。このままで正しいです。すみません。いいです。Z が S の単点だったら、N 個の数字に対して、等式で見出す。今、これ、下に例がありますけども、この黄色い部分ですね。これが、今、この5個の、平方空間の共通部分として書かれている多面体です。で、この赤いのがですね、これ、この凸多面体の端点になっています。端点になっています。で、例えば、じゃこの一番上の端点見てみると、これは、この5つの平方空間を定める直線のうち、この2つですね。この2つの上に乗っています。つまり、この2つの、平方空間を、この2つの直線が定める平方空間に対応する不等式を等式で満たすわけです。いいですか？それを言いたかった。はい。ですね。から、この点は、2つの等式を統合で満たす。ということになります。で、それは他の赤い点でもそんなことを言えるわけですね。ですか？で、これは証明してきます。で、ここで先ほどの、端点の定義を使いましょうということになります。はい。Z が S の範囲で仮定しますね。で、その AI 点値 Z イコール BI ってその、不等式を統合で満たすような数字 i 全体の集合を i とします。全体とってますね。だから何かっていうと、そのラージ i に入っている数字 i に対しては AI 点値 z イコール bi になって、そうじゃないような i に対しては、その不等式は真に満たされることになります。真でもイコールじゃないかって満たされることになります。で、今証明したいのは、そのようなラージ i ですね。そのようなラージ i の要素数が n 以上になることです。証明したいことは、証明することは何かっていうと、この i っていう集合の要素数が n 以上になることです。そうすると、この等式で、統合で満たす不等式の数っていうのが n 以上。だから n 個はあるってことがわかるわけですね。いいですか？で、そのために配理法をします。配理法を使います。配理法ということは、つまり、この証明したいことを、否定したものを仮定します。つまり、ラージ i の要素数が n 未満だと仮定します。で、それで、証明していくんですけども、何をするかっていうと、じゃあ今ですね、これイメージ図なんですけども、だから最終的にどうなるかっていうと、この Z が S の端点になることに矛盾するってことになるので、そういう今図を描いていて、この Z っていうのはこの S の、端点にはないというような形になってるんですけども、じゃあ、まず何をするかっていうと、このラージ A っていう集合を作ります。ラージ A の集合。これ何かっていうと、この AI 点値 Z イコール BI っていうのがあるんだけども、この BI の部分をここ0にしたような等式を作ります。で、それを全て満たすような X を取ってきたこう集合です。だから、イメージ図としてはこんな感じ、こんな感じになったんですね。A っていうのは、原点を含みます。この AI 点値の X にこれ0を入れると、これ AI 点値 X イコール0というのを満たしますから、このラージ A っていうのはこれ0を含むような集合になります。で、基本的に何を言ってるかっていうと、この Z をにおいて、等式で満たされる。その、だから、これ、長平面というか、二次元のこれ、直線ですね。直線の集まりを全部、その原点を通るように平行させたものっていうのが、このラージ A です。ラージ A です。そうすると、今、
i の要素数は n 未満なので、n 未満なので、この a っていうのは、今これ線形部分空間なんですけども、a は rn の線形部分空間。線形部分空間。この原理のとおりですね。線形部分空間なんですけども、この、ここに出てきている等式の数が次元よりも、この空間の次元未満なので、この次元は1以上になるわけです。この線形部分空間の次元は1以上になります。いいですか？もしこの、i の要素数が n だと、この ai 点値 x イコール0って、この中、方程式系が0だけしか、解として持たないということが起こり得るんだけども、ラージ i の要素数は n 未満なので、そういうことは起こり得ません。だから必ず、0以外の解というのが存在します。この a の中に。で、それを x とします。何でもいいから x とします。0ではない x が存在します。a に。ここまでいいですか？ここまで線形代数やってるだけなんですけども、いいでしょうか。で、そうすると、まあ、この x のと取ってきたら、この x を使って、z の周りに別の点を作ります。こんな感じです。十分小さいイプシロンという正の、正の、実数を取ってきて、z プラスを z プラスイプシロン x、z マイナスを z マイナスイプシロン x とします。x はこれですね。このベクトルですね。だから、このベクトルに沿って z からちょっとだけ動かしたものを z プラスと z マイナスとします。で、同じ量だけ動かしてます。いいですか？まあ、右と左っていうふうに言っちゃっていいかどうかわかんないですね。こんな感じで作ります。で、そうすると何が言えるかっていうと、ラージ i に含まれる i に対しては、ちょっとここの書き方がややこしいんで、ちょっと下に書くと、例えば ai、i がラージ i に入っているときには、ai 点値 z プラスっていうのを考えると、その z プラスの定義から、今これですね。z プラスの定義から、これは、ai 点値 z プラスエプシロン x になります。で、これはまた分配すると、ai 点値 z プラスエプシロン ai 点値 x になりますね。で、ai 点値 x、こっち側、これ0になります。それは x っていうのが、この a という集合の要素からです。まあ、そのように取ってきます。で、ai 点値 z、これはもともと、これ bi でした。bi でした。だからこれは、全体としてこれ bi に等しくなります。いいですか？ここまでいいですか？で、これマイナスの方も同じようにやったのが、それを一気に書いたのがこの式です。ai 点値 z プラスは bi ですし、ai 点値 z マイナスも bi です。いいですか？で、もう片方の方ですね、ちょっと上に書いてますけども、このスモール i がラージ i の要素がないとき。そうすると、どうなるかっていうと、そうではないので、この展開までは一緒なんですけども、まず、ai 点値 z、これは、真に bi 未満だってことがわかります。でも、後ろの方が何なのかってことは全然わかんないですね。この ai 点値 x っていうのはすごく大きな値になっている可能性があります。だけども、このイプシロンが、すごく小さいんですね。すごく小さいんで、ai 点値 x っていうこの部分がすごく大きくても、イプシロンがそれよりも小さかったら、この部分が本当にもう、無視できるほど小さいんですね。で、だから、無視できるほど小さいものを bi 未満のものに足しても、これは全体としてこれ bi 未満になるわけです。いいですか？だから、これそのイプシロンが本当に小さいってことを今使ってます。いいですか？という形で、この不等式がやられます。いいでしょうか？つまり、ai 点値 z プラスっていうのを考えたら、これは、s を定める不等式すべてを満たすことになりますから、この z プラスも z マイナスも s の要素になります。いいですか？
なおかつ、この Z プラス Z マイナスの付け方から、Z っていうのは Z プラスと Z マイナスの中点になります。この図ですね。中点になります。だから、Z は S の端点ではないということが言えます。もともと S は、あ、もともと Z は S の端点であると仮定してましたから、これで矛盾が得られます。何に矛盾したかっていうと、仮定に矛盾ですから、仮定していたことっていうのを、ちょっともう一度、定理を戻ってみると、i の要素数が n 未満という仮定が間違っていたということになるので、欲しかった結論、i の要素数が n 以上であるということが得られて証明が終わります。よろしいでしょうか？いいですか？はい。ではですね、この性質はすごく重要で、今後使っていくんですけども、今後って次回ですね、使っていくんですけども、もう一個重要な性質があって、これ証明は省略しますけども、これはなんか言われてみれば当たり前のような気がするけども、証明は本当はちゃんとしなくちゃいけない。で、何かというと、トツタメン体があったとしますね。で、その時に、Z が、そのトツタメン体の端点だとすると、ある C というベクトルが存在して、Z は、ここに書かれている線形計画問題の最適解になります。で、これ何かというと、今ここに、制約書いてますね。AX、所内イコール B と。で、それは上のポストメンタルの定義に現れているこの条件と同じだということなんですね。だから、この条件というのは実は、X というベクトルが上のトツタメン体 S の要素であるということと、同値なわけです。ですか？で、そのようなトツタメン体の上で C という方向で一番大きいところを見つけなさい。っていうふうに言っています。で、この赤い矢印がその C っていうベクトルのこれ、イメージですね。を表します。で、その方向にずっとこう進んでいくと、端点が得られます。ということを、性質は言ってるんじゃなくて、これ逆ですね。Z という端点があったら、それに合わせて、その端点を最適解とするような C が作れますよって言ってます。ですね。それが、この性質が言ってることです。いいですか？端点があったら、その端点を最適解とするような、この方向が取れますよ。ということを言ってるのが、この性質です。言われてみれば当たり前のような感じがするんですけども、証明しようと思ったら単独は証明する必要があります。イメージは湧きますか？いいですか？ありがとうございます。で、ちょっと注意することがあって、これ逆は言えないんですね。なんかその、最適解になるような点っていうのが必ず端点になるということは言えません。これページあるかもしれない。ないですね。じゃあ、ここで言う必要ありますね。ということは言えません。例えば、なんかこの赤い、この方向がですね、赤い方向が、こんな感じ。こんな感じっていうのが、こんな感じです。いや、これしいです。で、こっちの方向に最大化したいと思ったときに、その最適解っていうのはどこに現れるかっていうと、この端点、これ C に関して、最大化される点になるんですけども、この点もそうなんですよ。で、これらは、その、C という方向があったら、その最適解として、端点が現れるってことを言ってるんだけども、実は端点じゃないような最適解も存在します。例えば、ここら辺ですね。ここら辺の点っていうのは、このトツタメン体の端点ではないんだけども、この C の方向に向かった、目的関数を最大化する点になります。だから、この今方向をどうやって作ってるかっていうと、ここのその辺にこうとか直行するように作ってますね。直行するように作ってます。そうすると、この辺の上の点っていうのはどこも、この C という方向に関する、最適解になります。最適解になります。この辺上の点ですね。この辺上の点すべてが、この C という方向に関する最適解になります。だから、その、だから最適解、っていうのが、その線形計画問題においては、ただ一つに決まるとは限らないっていうことは、割と重要な性質で、それは割と皆さん見落としがちかもしれないんですけども、そういうことはあり得るので、それは注意する必要があるんですね。で、ここで言ったのは何かっていうと、なんか二つ、
この C に関する最適解があったとしたら、それを結ぶ、なんかこの線分上、もうそれ全部最適解になります。だから実はですね、その線形計画問題があったときに、その最適解全体がなす集合っていうのを考えることができて、それが実は凸集合になるんですが、まあ、その性質は今後使わないかな。使うかもしれないかな。多分使わないと思いますけども、まあ、そういう性質があったりします。で、今言ったのは何かというと、とりあえずその最適解っていうのはただ一つに決まるものではない。ってことは、いろんなところで使う可能性があるので、それは注意をしてください。ここまでよろしいでしょうか。今言ったのは何かっていうと、なんかその最適解であるからといって、それが単点であるとは限らないってことを言ったところですね。では、今日のまとめですね。終わりになりますね。初めにやったのは、整数計画問題っていうのはどういうものなのかってことを紹介して、特にその緩和というのが重要な役割を果たすんだってことを言いました。で、次回の予告として、その中で、2部グラフの最小費用完全マッチング問題を考えるときに、この緩和を使って、次回考えていきますよってことを言いました。で、後半の方は、その幾何学的な概念である凸多面体と凸法っていうのを紹介しました。もう一個、単点っていうのも実は重要な概念として、紹介しました。で、これらも次回使っていくことになります。ので、まあ、次回に入る前に、わかんなかった部分は、復習をしておいてください。では、講義はこれで終わりになります。ありがとうございました。